ペと旅行に来てます。岡山です。今から岡山名物を食べに行くんですけど、何食べに行くんですか？デミカツ丼です。なんか予想と違う味らしいんで楽しみです。じゃあ行ってきます。食べたことないな、デミグラスソースのカツ丼。お弁当にもあります。ハンバーグの味すんのかな。ありえそうな。ありました、男うどん。楽しみですね。届きました。でもあれやな、ハンバーグとかにかかってるようなデミグラスソースとはまたちょっとちゃうな。からしも辛子も乗ってる。あ、いいやん。いただきます。なるほどな。あんな、はい、トマト風味やもん。めっちゃうまい。そうだね、匂いしますね。トマト風味のカツ丼みたいな。確かにトマトスープっていうか、こういうことかな。酸味あるからなんかさっぱりするよな、うん、油もんやけど、うん、食いやすいよな。食べやすい。あと結構ペーも置いとったけど、塩コショウが効いてるからしっかりパンチもあってうまい。それをこの卵でまろやかにするのかね。卵ディップからしインしました。からしうんまからしうんま、卵うんま。めっちゃ好きやわ、デミグラスカツ丼。うまいな、うん、米マジ、この一塊がさめっちゃギュッてなってるよ。食べるとおはぎみたいなほぐれたりする。確かに。コロンって出てきた。やんな、変わってんな。うん、そういう感じ。こっちはしない。たまたま、うん、私の米入れてくれた人のバザー。たまね。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったな。どうぞ。美味しかった。美味しかった。では今から噂のあの綺麗な街のとこに泊まりに行きたいと思います。行きましょう。見てください、この海藻交易停止だらけ。まあ心配や。これは死んだよ。やそやな、ノリで行ったらダメです。着きました、ここです。なんかすでに綺麗な気がする。明日美観地区行くんですけど、めっちゃ綺麗ということで楽しみです。さすがおしゃれな街。トイレのマークもなんか知らんけど見たことないおしゃれかもしてます。この赤レンガを歩いてるだけでも十分おしゃれな気持ちになりますね。こういうとこでね、なんかストーリーが始まるんですよね。そうですか。あのトラックの上に飛び降りたりとか ね、 ね。出ました、あちらが我らが泊まるセンチュリオンホテル&スパ倉敷でございます。楽しみです。あちらは本日アゴダで予約を取りまして、1人4000円台でした。大浴場ついてるので選ばせていただきました。大浴場が好きです。私も大浴場が好きです。思った以上にセンチュリオンホテルでかすぎんなあ。めっちゃいいホテルやん。お邪魔します。隠れミッキーやで。おしゃれやー。カール置いてんのすごいな。アミニティこんだけもらいました。地下1階が大浴場、コインランドリー、自動販売機、製造機、ウォーターサーバーで客室です。広いから部屋数が多いかな。おしゃれ、めっちゃおしゃれやん。402すぐ見つかったやん。ほんとにどのぐらいのグレースだと思ってる。うわ、ここに入れるやつやん。枕いっぱい。もう4つもある。首多分全部こうなりながら寝る。抱きしめて寝るんかな、こんな。あー、抱きしめる。いい部屋です。はい、見てください、この木造のこんなんでコーンスープ飲むとね美味しいですよっていう。
あれですね。外の景色見えます？でん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 。松田病院。この時間って何やってるんだろうな。テレビをすぐ気にするべーです。違うじゃん。違うね。で大浴場行くんでここ絶対使わないんですけど、トイレ綺麗。いいですね。充実しています。部屋のことかしこまりました。では今から聞きます。サウナ飯気になりますね。あ、いいですね。この和の絵を描くことによってって感じ。お邪魔します。お風呂入ってきました。お風呂の感じはめっちゃ良くて、あの脱衣所がまず金箔で竹の絵描いてて、でお風呂はなんか岩みたいな感じのやつがでっかいのがあって、ちょっとなんか外が蛍光灯と竹を使った感じで、まるで露天風呂みたいな感じのニュアンスでやってて、シャワーのやつがリファやな、ペアレマイクロファイバーのやつで、リウマチとかに効くみたいな書いてて、温泉ではありますね。温泉ではありますね。で、なんか手首痛かったの治った気がする。やるじゃないか。あとなんか一個しかないけど、マッサージチェア無料利用できます。ドライヤー。ドライヤー、そうや、ドライヤーもな、良いやつやってん、あのなんか、わからん、なんか丸いやつよ。強風のどっから風出てんねんみたいなやつ。が使えて良かったです。では時間も時間なので今日は寝ます。明日めっちゃ楽しみやな。おやすみなさい。幸せのプリンを食べちゃうと2週間後にいいことが起こるらしいんだね。